ガーター騎士団員13代ウォリック伯、リチャード・ド・ビーチャムの紋章第13代ウォリック伯爵、リチャード・ド・ビーチャムは、イングランドの貴族、軍人。百年戦争における、イングランド軍の指揮官の一人。ウォリック、聖メアリー協会に安置される、金滅キされた聖堂のウォリック伯の彫像百3 8 2年1月25日か28日、第12代ウォリック伯爵。 トマス・ド・ビーチャムとその妻マーガレットの長男として、ウスターシャー・サルワープに生まれる。1399年のヘンリー4世の戴冠式の際、19歳にしてバス騎士ンナイトに上された。1401年4月8日に父が死去し、第13代ウォリック白衣を継承した。所領は、ウスターシャー・ウォリックシャを中心に18州にも及ぶ広大な領土だった上、二度の結婚で、 さらに領土を増やし、大貴族としての地位を確立した。青年時代から一貫して、ランカスター王家のために行動した。1403年のシュルーズベリーの戦いで、ヘンリー・パーシー軍と戦い、国王軍の勝利に貢献した。さらにウェールズに転戦して、反乱を起こしていた、オワイン・グリンドゥール軍の総統作戦にも参加した。1403年に、 ガーター騎士団ナイトに助せられたと言われているが、彼のガーター騎士助人連には異論もある。1408年にはヨーロッパ各地やエルサレムの聖地巡礼を行った。パリにも訪問し、シャルル6世の艦隊を受けた。1414 14年にはロラード派の反乱の鎮圧に参加している。1413年にヘンリー5世が即位するとその側近となる。 1415年から再開された百年戦争でもヘンリー五世に従ってフランスに出陣し指揮権を任されてフランス軍に対して連勝を重ねた。1420年のトロワ条約締結に至る環境づくりに大きく貢献した。1427年には無子のジョン・タルボットらと共にモンタルジエの出兵の指揮を取っているがフランス軍に敗退している。 1428年から開始されたオルレアン、包囲戦は、主戦派のウォリック博と第4代ソールズベリー博、トマス・モンタキュートが、摂政ベッドフォード工場にご利用しした作戦だったという。しかし、11月に、ソールズベリー博が戦死して包囲戦は、停滞。翌1429年に、ジャンヌ・ダルクの活躍で包囲網が崩壊して作戦は、失敗した。 1427年以来、ルーアンの総督を務めており、捕虜になったジャンヌが1430年12月23日に、ルーアンに連行されてきた際には、ブーブルインユ城で彼女と対面した。ジャンヌとウォリック博の関係はわからないが、ジャンヌはこの城で囚人扱いを受けており、それを命じたのがウォリック博であることに、疑問の余地はない。一方、 ジャンヌの処刑から2ヶ月後の1431年8月11日に、ジャンポトンド・ザントライユも、ブーブルイユ城へ収容されたが、こちらは、タルボットとの捕虜交換の目論みがあったため、優遇している。1428年には、要をヘンリー6世の教育係に任命されている。1437年にはノルマンディ及び、フランスの総督に任命されたが、 1439年4月30日に、ルーアンで死去した。遺体はイングランドへ搬送され、ウォリックの教会に葬られた。ウォリック白衣は、5歳との間の息子ヘンリーに受け継がれ、1445年に、ヘンリーは公爵に少女されたが、翌1446年に急死、孫娘で、ウォリック白衣を継いだ案も1449年に、死亡、白衣は、同名のおばで、 ヘンリーの妹アンビーチャムの夫、リチャード・ネビルに受け継がれていった。1401年4月8日に父から以下の爵位を継承した。1397年にイギリス一の資産家の女子相続人であるエリザベスド・バークリーと結婚した。彼女は第5代バークリー男爵トマスド・バークリーと第3代リール女男爵マーガレット・ド・リールの間の娘であり、 母から第四代リール女男爵位、父から第六代バークリー女男爵位を継承した。彼女との間に以下の三上を設けたが、そのためにエリザベスの保有する二つの男爵位は誰にも継承させられず、彼女の死と共に停止状態となったエリザベスと死別した後の1423年に、グロスター博、トマスルディスペンサーの娘で、 第5代バーグハーシュ女男爵イザベラルディスペンサーと結婚した。彼女も資産家である。彼女との間に以下の一難一情を設ける。ありがとうございます。